山ユリとは、ユリカユリ属の多年生植物。産地に生える日本特産のユリで、夏に咲く花は大型で白く、山中でもよく目立ち、強い方向を放つ。林形は、食用のユリ根になり、別名、料理ユリとも呼ばれている。和名山ユリは、山中に生えることから付けられた。学名は、黄金色のユリの胃。中国植物名は、金ユリ。 日本官名では、山ゆりと呼ばれる。林系は食用になり、料理ゆりとも言われる。地方によって様々な別の呼び名があり、吉野ゆり、永山ゆり、宝来寺ゆりなどとも呼ばれていて、各産地にちなんで名付けられている。花言葉は、荘厳である。日本特産のゆりで、北陸地方を除く本州の近畿地方以北の産地に、分布し、産地、山野の林園や草地に自生する。 北海道には移入され、観賞用に多く栽培もされる。地上の茎は直立し、草丈は1から1.5メートル。地下の輪形は平田球形で、黄色を帯びた白色10センチメートルほどの大きさである。葉は新緑色をした高皮新型で先は尖り、短い傭兵がついて合成する。牡は夏で茎の先に位数個。 時に20個ほどの白い花を横向きに咲かせる。花は6つある、可比片が、外にこう描きながら広がって、花径は15から18センチメートルになり、ユリ科の中でも最大級であり、その重みで、茎全体が弓なりに傾くほどである。可比片の内側中心には、黄色の太い筋があり、紅れない褐色の小さな斑点が散らばる。山ユリの代わり物には、 様々な呼び名が付けられていて、花比変の中央に太い赤色があるものを、ベニス点が少ない純白の花を、白木、花比変の斑点が、黄色のものを、白星という。褐色の花粉が出て、花の香りは、日本時世の花の中では、例外的とも言えるほど、甘く濃厚でとても強い。発芽から開花までには少なくとも5年以上かかり、また株が古いほど多くの花を付ける。 風貌が豪華で華麗であることから、ユリの王様と呼ばれる。花子にできる果実は、果てで長さ6センチメートルほどの円筒型で3室に分かれている。中には、種子が約300個ほど入っていて、熟すと果実が三列して、風に揺らされて散布される。種子の大きさは、長さ約1センチメートルの扁平な半円形で、周囲に翼がついており、中心部に、 楕円型で長さ約5ミリメートルの種子本体がある。種子は翌年の春に発芽せず、その年の夏を越して秋になってから発芽する。排水が良く、湿度を適度に保つ防難地を好む性質があり、半日陰で根元が乾燥しない高あぜに植栽される。繁殖は林境を分けて植えるか未生によって行われる。 山百合を元に改良した園芸品種はオリエンタルハイブリッドと呼ばれている。林茎は鬼百合等と同様に百合根として食用となる。多糖類の一種であるグルコマンナンを多量に含み、縄文時代にはすでに食用にされていた。生の百合根を煮て調理するとき、よく煮ると糊状となり、微味で巨端の効果もある。林茎は生薬になり、中国の百合の林茎である百合の名を、 日本産やまゆりに当てている。調整法は、秋に種子が成熟した後に、林渓を掘り取って水洗いした後、林渓の裂片をほぐして、展日乾燥させる、もしくは湯通しして、展日乾燥する。賃害、競争、高校内や胃粘膜の保護に役立つとされ、民間療法では、温まる時に出る咳や微熱があり、動器がある時の踏みに、 乾燥したユリついた治療後から 10g を 400cc で煎じて3回に分けて服用する療法が知られている。ただし、寒気や冷えが出ている咳への使用は禁忌とされている。またお出きには乾燥したユリを粉末にして素で練って幹部に貼る民間療法が知られる。ありがとうございます。